はい。どうも皆さん、こんばんは。今日は2月12日の0時56分に収録しています。今日はですね、ナスタックとかじゃなくてですね、CWEB、そして KWEB という ETF について分析と値、ね、動きの予想をしていきたいと思います。この CWEB というのはですね、原子数が KWEB の2倍ブルの中国のインターネット銘柄の ETF ですかはい。の指数になります。 はい。で、えー、こちらがですね、ずっと私、あの、何度か動画出してきて、えー、ついにですね、1月末をもって、えー、月足の MacD のゴールデンクロスが確定しましたと、はい、いうことで、いやー、こちらご覧ください。ね、よくあの、ほら、レバナスで、 えー、月足のマック D ゴールデンクロス確定したらうんぬんとかってあるじゃないですかだけど実際にナスダックがねそのクロスしたのかって言ったら週足とか日足はねバンバンあのクロスするんですけどでもそれはだましになって下落が進行してると月足でゴールデンクロスするってそれなりのねやっぱり意義があるんですよねはいこれがだましだったらね 一体どうなるのっていうね、ぐらいに、やはりね、この月足っていうのは長期足はね、やはりなかなかこんなんクロスなんか騙しではしないということで、まさにね、月足のゴールデンクロスえしたばかりのえ今状況に我々はまあ直面しているということなんですね。 はい。ですので、この KWEB、CWEB のね、チャートを見てですね、えー、分析をし、会話を探るということをですね、今年ちょっとやっていきたいということで、このような動画を収録しています。はい。よろしくお願いいたします。まずはですね、原子数ですね。CWEB は2倍のレバレッジがかかってますんで、こちらの原子数をしっかり分析していきましょうと。前回ね、線引いたままにしてあります。 はい、でこのようにジグザグをちょっと省略してますがこのように2021年の2月から米株が暴落する1年前ぐらいからずっと下落の一途をたどり、はい、でボトムどこだったかっていうと直近安値が2022年昨年の10月にボトムをつけてから上がってるんですね。でここで上がってる時に飛びついちゃいけないよってことを何度も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 ずっと言ってきたんですけどでもここら辺で結構勝っ たたた方とかがいいらっっしゃったみたいで、はいえー、そこを打ちしたかなって私は思ってるんですよ、ね。クロスしてるし、あとね、他にもね、いろいろ根拠があるんですけど。はいまあ、いわゆるその戻り高値をこのように上抜けてると。原子数でね。で、えっと、CWEB の方はね、 ここ上抜けしてないんですよね。はい。ですけど、まあそういうのはね、レバレッジが効いてると、そういうチャートの歪みっていうのは往々にしてあるんで、まあ原子数を見て判断しましょうと、はい、いうことで、見ていきたいと思います。ちょっと私がね、引いた線と若干ね、ずれが生じてきましたので、えー、それをね、今から修正していきたいと思います。はい。このようにですね、こんな感じで結んで、ラインを延長しましょうか。はい。 こんな感じで、若干、あの、誤差がありましたと。はい。こんな感じになりますね。これでぴったりと、いやー、綺麗ですね、すごく。綺麗。本当にね、この、お手本のような逆算層を今から作ろうとしているということで、今ね、陰線をつけています。はい。ここからですね、まあ、私の予想とし,しましてはですね、押し目。 はい、上昇、えっ、ー、とね、突き足の下落トレンドが終了して、えー、底打ちして、ここから上昇トレンドに入っていくと、上昇の第1波、2波、3波のところが非常においしいということなんで、この押しをね、えーまあ、今後ね、推移を見守っていきましょうということなんですね。はいですので、ちょっと修正加えるとですね、深く押せば24.38ドル、はいこの辺ですね、24.5ドル近辺。 この辺りが非常にこう、いい買い場じゃないかなっていうふうに思います。ひょっとしたらね、こんなに深く押さないかもしれなくて、半値押しだったら26.66ドルになりますしね。はい。この辺りが買い場じゃないかなと思います。はい。で、えー、何度も言いますけど、マックディーが今ゴールデンクロスしたからといって、すぐここで、えー、買い注文してしまうと、ね、深押しした時に何パー減るのかっていうと、えー、22.7%ぐらい。 はい、ここから減っていくことになりますので今が買い場ではないということですね、はい、しっかり押し目を確認してその後上昇していくというねそのあたりを買い足で見てから、えーまあ、買い注文を入れると、はい、いうことがいいかと思いますでね、まあ、こういう話をするとですね皆さんねいろんな説をねいろんな説を言ってくるんですよね例えばここのネックライン逆三尊ネックラインのところで否定されるんじゃないかと いろんな地政学リスクとかがあってねまあこの子こうなるんじゃないかとかいろいろあるんですけど私はねあのもうチャート分析でこのように突月足マックディのゴールデンクロスとかこのようなね波動でしっかり戻り高値を抜くようなね月足の上昇のトレンドを確認したとかそのテクニカルの条件が揃っていればそこはやっぱり買い場だっていうふうに思っています。はい、うん 否定されるとか、いや、そんなんさ、言い出したらキリがないんですよね。キリがない。はい。キリがない。やっぱりね、チャート優先で、条件がちゃんと当てはまってるんだから、そこで買うということなんですよね。逆に SOXL は本当に底打ちしたのかって言ったら、SOXL は私は、私のジャッジとしては、底打ちはしてないというふうに見なしていて、 まだまだね、下げのクライマックスが来ると思っているんですけど、だけどこいつについてはですね、もう下げのクライマックスが来て、ここから上がっていくと思っています。例えばイメージ的にはですね、ナスダック9000ポイントに達したときに、この KWEB というのが、このあたりね、まあ、4月か5月かわかりませんけど、安、え、値、ー、をつけると、押し目をつけるとで。そこからは上昇トレンドというふうに考えています。で、これがですね、月足の 逆三尊が、ネックラインがね、上抜けたらどこまで上昇するのかっていうのも見ていきましょう。過去にですね、えっとね、周足とかで見るとですね、このように三尊をね、三尊を形成して、で、このネックラインをブレイクして、で、ここの場合の距離でここまで落ちてきたってぴったり来てるでしょう。はい。っていう経緯があります。ですので、フィボナッチじゃなくてですね、この場合は、えっとね、この線を引いてね、 倍の距離、線引いてっていう、そういうあの計測の仕方で、ここを出しました。だから、これに従って、これと同じ方法で、ここに線を引いて、倍の距離、ちょっとね、目処が下がりました。はい。ここですね。73.9ドルまで上がったらいいよねって。はい。はい、ここね。ここが、この後、い場が訪れて、ここで買って、 で、ネックライン上抜けた場合の上昇目途です。はい。よろしいでしょうか。ですので、ここでもし買ったらですね、何パーになるのっていうところですよね。はい。202パー。あ、これはね、原子数だからね。原子数で202パーセントということになりました。レバレッジなしでもね、資金が3倍になると。 はい、言った形になります。いつ到達するのか分かりません。2024年の初頭なのか。はい、こんな感じでちょっと引いておきますね。はい、これが原子数の分析です。で、今度はですね、また突き足に戻して、えー、CWEB ですね。こちらの方、皆さん興味があるかと思います。こちらもですね、同様に見ていきますと、 はい、マック D がしっかりとゴールデンクロスしてるの分かりますよね。クロスしてます。はい。これはもう揺るがぬ事実ですね。はい。えですので、まあ,あ、ポジティブにですね、今後の押しめを待つということで、チャートのね、修正を、えー、やっていきましょう。こことですね、結ぶべきは、うんとね、ここですね、と、あと、ここですね。 はい、右肩下がりになります。これはね、やっぱりレバレッジが効いているせいで、このようになっているんで、まあ、仕方ないですね。ちょっと、ちょっと一回いいですか。KWB に戻りますね。ここ合ってんのか。あ、ちょっと待って。あ、僕ね、なんか間違い。あー、合ってる合ってる。合ってました。はい。大丈夫ですね。こうですね。はい、合ってます。CWB 戻ります。はい。で、このようにですね、うんと、修正をします。はい。修正かけます。 よしこんな感じで右肩下がりにはなりますが原子数はちゃんとね戻り高値を上抜いてで、えー、押し目を作ろうとしているとああいった形になりますねここ結んだと。で、えー、こちらもフィボナッチを安値と、えー、ここのね第1波の高値の、えー、0.618倍まで押しが入った場合にここになると。 はい、ちょっとね、目処がね、下がりましたね。下がりました。ここになりました。買い場、まあ、買い場というか、ここの先端で拾うことは難しくても、38.23になりました。はい。で、ここから、あーこの逆三尊右肩下がってますけど、ネックラインに到達して、でその後ですね、上昇していった場合ですね、 えどこまで上がるのかっていうのを見ていきますと同じ計測方法でここですねちょっと下がりましたねここですねはいで、えー、どこで買うのってここで買うここで買った場合にここまで上がるよとあすごいねそれでもすごいですねうん押し安値が下がったんではい ですので、まあ、結局のところこれ753%つまり資金が計算上ね理論上は8.5倍になると、はい、いうことになりますはいいかがでしょうかいやすごいね本当とに、まあ、夢のある、まあ、ETF ということでこの後のね会話を探っていきたいっていうふうに思っております はい、でいろんなリスクがあるからねあのいやーこれはちょっとやばいんじゃないのとかねいろんなほらねあの何ですか台湾有事がうんぬんとかって言われてるじゃないですかだけどね、まあ、僕の持論なんだけどね結局チャートっていうのは非常に正直で,、はい、でいろんなファンダ要素があって不安があって結局買えなかったそこは怖いからってことで、ね、リスク取れなかったっていうことで。 あの、上がっていくと思うんで。コロナのね、ショックの大底もそうだったんじゃないですかね。もうね、株式は終わりだよって。もうこんなことに、あの、世界がなってしまったんでね。だから買えないって。いうところでみんな買うんじゃないですか。僕そう思うんですけどね。だからね、やっぱりね、チャートっていうのはね、もうそういう変な感情、思惑みたいなものなしに、ちゃんとここ反応してるんだから、ここで買おうよみたいな感じで、買えた人というのは、やはりチャンスを、 得るんじゃなないかなと、えー、いうことを思っていますので今年の、まあ、半ば4月5月か分かりませんけど、まあ、急落早まる可能性もあるしナスダックとかと、えー、一緒に照らし合わせながらですねナスダックがひょっとしたら9000ポイントとかもし落ちた時に、まあ、チャンスが来るのかもしれないしその時にですね皆さんねナスダックとか何ですか SOXS とかでもし利益得られた方っていうのは ね、資金がどんどんこう余ってきたってなったらそのうちの一部をですねこういったところに検討されてみるのもいいんじゃないでしょうかはいそんなわけでですね今日は CWEB の分析をさせていただきました一応ね、えっと、価格言ってきますねもしこの CWEB で逆三層のネックライン抜けて上昇した場合素直に上昇した場合328.24ドルが上値目処になりで買い場はいくつって言ったら31 8.23ですね。興味ある方はちょっとメモっておいてください。またね、ちょこちょここれについては追っかけやっていきますんで、またね、情報を知りたい方はですね、チャンネル登録してまたお待ちください。そんなわけで本日は以上です。ありがとうございました。